ねえねえ、聞いて聞いて、すっごい話聞いちゃった。何？何？高橋さんが会社辞める話？いや、実はさっき小耳に挟んだんだけど、うちの会社来年リストラするらしい。え、誰がそんなこと言ってるの？ただの噂じゃないの？いや、うちの会社マジでヤバいって聞いたよ。マジか、そんな話聞きたくなかったよ。仕事探さなきゃ。あ、この件は誰にも言っちゃダメだよ。うん、私は口が固いから心配しないで。如果是你要开口的时候，ねねねね，哎哎哎哎，喂喂喂，那种的感觉，ねねね，再来，聞いて聞いて，你听你听我说，聞。所以呢，有还记得吗？请你听怎么说？请你听，就是聞いてください，对吗？那聞いてください，ください拿掉，就变成很平辈语，就是哎，你听吧，你听吧，那种的感觉。再来，すごい話，すごい什么意思？如果是没有小的词，可能比较熟悉一点。すごい、すごい，很厉害的的意思。すごい就是强调，更强调的说法，很厉害的那种的感觉。すごい話聞いちゃった。那为什么要加个ちゃった？ちゃった就表示懊悔，不是吗？对，如果是你不小心听到一些消息的时候，不小心嘛。不小心，所以呢，可以说，哎，我听到了那种的感觉，聞いちゃった，聞いちゃった。对，本来没有要注意听，但是路过，哎，刚好有听到了那种的感觉在。好，那再来，哪里哪里？回答说哪里哪里是什么什么？嘿，再来，ちょっと聞いてよ、高橋さん、会社辞めるんだって。ちょっと聞いてよ、ちょっと聞いて就是。听我说一下，是这样的意思，跟聞いて聞いて有一点类似哈，后面加个よ，再稍微稍微强调这个语气哦，聞いてよ，你听我吧，那种的感觉。嘿，再来，会社辞めるんだって，会社辞める就是辞掉公司嘛，然后后面呢，だって就是听说的意思哦。